この動画は現代魔女による魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の三つ猫です。今日はこちら。スター・チャイルドのマジカル・オイルのプロテクション。 つまり防御のオイルです。こちらをご紹介したいと思います。はい。プロテクションは、この防御です。防御の棒って書いてますけど、防御を表します。魔除けとか、あと強くなるという防御のオイルになってます。こちらをちょっとディフューザーに垂らして、こ解説していきたいと思います。今、ちょっと多めに垂らしちゃいました。3滴くらい垂らしちゃった んですけどもう2滴くらい垂らせば全然十分ですはいあのー、本来あのマジカルオイルは、まあ、ディフューザーでは炊かずに例えばタリスマンアミュレットそして儀式の時に性別として使われるのがマジカルオイルになっていますただ今回紹介動画なのでこちらのディフューザーで炊いていっておりますはいでこのプロテクション 防御のオイルですけれども、これは何かというと、あの、まずこのマジカルオイルは、えっと、スター・チャイルド製、イギリスの会社のスター・チャイルドのオイルになっています。で、えっと、プロテクションは、えっと、まあ、まあ、生きていく上で、私たちが物質界で肉体を持って生活していく上で、霊的な 例えば危険性魔除、まあ、けみたいな感じで霊的なこう障害があった時にそれを守る保護をするプロテクトするという能力があります。であのなんだろうなその他の他のマジカルオイルの会社さんだと。 プロテクションってもしかしたら言わないかもしれない。プロテクションっていうオイルあるとは思うんですけれどもあの、スター・チャイルドのプロテクションは他者と何が違うか、一番違うか違うものっていうのが、この太陽と木星のマークが描かれています。この太陽と木星というのは、 太陽と木星というのは、このマジカルオイルの中に、この惑星の、うん、性質が含まれていますよということを意味します。すなわち、太陽というのが、例えば浄化とか自己実現、創造性、自信とかを意味しますね。カリスマ性もあります。そして木星というのが知恵、繁栄。そして希望とか成長。 を表しています。まあ、幸福なことを木星でよく表されますね。だから、なんていうか、こう、ガッチガチに防御を固めるみたいな感じじゃないんですよね。どっちかっていうと、自分のその、なんだろう、心の中とか体の中から湧き上がる活力を増長させて、自然的なま、守り、自然的な保護のような、 要素の方が強いと思います。はい。他社さんのオイルだと結構ガチガチに固める系が多いんですよね。うん。まあ、いわゆる、つまり、なんだろうな。魔け。つまり結界として、こう、魔け。ここから近づけさせません。相手を、相手を、こう、 遠ざけますよみたいな。そういう魔除けの仕方なんですけど、このスター・チャイルドの場合だと自分が強化されるから、なんていうか邪悪なものとかが近づけなくなりますよっていう感じ。あくまでも自分を強化するみたいなプロテクトの仕方です。これは、うん、スター・チャイルドだけ、スター・チャイルドの特徴だと思います。はい。そして、 今、香りがすごく香ってきているんですけれども、うんと、プロテクションの、えっ、ー、と、場合だと、どんな香りがするかっていうのをちょっと実況したいなと思って。現役で嗅ぐと、ちょっと、ちょっと、シーンとするような香りが感じます。ミント系というか、うん、ミント系だと思うんですけど、ミント系のツンと、 来るシーンとするような、シンシンするような感じがすごくありますね。うん。で、その中でも、その中でも、ちょっと柑橘系の香りがするというか、その柑橘系の香りというのは、あの、木製の部分に含まれるとは思うんですけれども、特徴だと思います。でも、まあ、シーンとする、ツーンとくるような香りの方が強いですね。 私はこの香り嫌いじゃないですね。その、シンシンする香りが嫌いな方っていらっしゃると思うんですけれども、そんなにミントほど強いっていうわけじゃなくて、こう、適度に柔らぎ、柔らぎつつ鼻にくる感じなので、私的には全然気にならないと思います。で、そしてなおかつ、あの、ディフューザーで炊くっと、現役で嗅ぐよりも、柔らかく、あの、 飛散しますので特に気にならないかなと思いますはいプロテクションはあのよく対人魔よけのブレスレットとかあとはキャンドルマジックキャンドルの側面に塗ってこう防御保護を願う魔術だったりとかによく使われます他にもえー、とうちの場合だとブードゥー人形とかあとは えー、わら人形の、そういう人形に使う呪術、自分に見立てて、自分を強化する術なんかに使われたりします。いずれにしても、皆さんが自分にとって、あの、ベストな、やりやすい、最もそのイメージができるような魔術を行うのが良いと思いますので、ぜひ、あの、ご参考になさってみてください。今日は、今日は、プロテクションのご紹介でした。 はい。これからもいろんなオイルをご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、あとはグッドボタン、シェアなど、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ミツネコでした。